海洋星の発見場所となったリンデンストリートにあるベルリン天文台この項目では海洋星の発見についてもベル。海洋星は望遠鏡による観光フランス人天文学者ユルバン・ルベリエの予測に基づき1846年9月23日から24日の夜にベルリン天文台でヨハン・ゴットフリート・ガレがハイン・リヒダ・ダレストと共にいた 望遠鏡観測で実在が確認された。海洋星の発見後、それ以前にもこの天体が幾度も観測されていたことが分かったが、いずれの場合も惑星とは認識されていなかった。1781年にウィリアム・ハーシェルが天王星を発見してから1846年までに天王星は光天軌道をほぼ一周していた。その間、天体力学が発達し、 天皇星の軌道にアイザック・ニュートンの万有引力では完全に説明できない不規則性が見出されていた。天文学者らは天皇星より外周に未知の惑星があり、その引力が影響を及ぼしているものと考え、1845年、パリのユルバ、ベルリン天文台における海王星発見の直後、当時のイギリス王室天文館のジョージ・ビドル・エアリーが、 アダムズもすでに惑星の発見を予測していたと発表し、国際的な先着論争を引き起こした。しかし、1846年、王立協会はアダムズには言及せず、ルベリエの業績を称えて、コプリメダルを授与した。パリ天文台帳のフランソワ・アラゴは、ルベリエは、一切天空を見ることもなく、ペンの先でこの惑星を発見したと述べた。 海洋星発見のわずか17日後、ウィリアム・ラッセルは衛星のトリトンを発見した。海洋星は、死闘級が7.7より明るくなることはなく、非常に暗いためラガンでは見えない。そのため、海洋星が観測され始めたのは望遠鏡が発明されてからのことである。ガリレオ・ガリレイが1613年に、ジェローム・ラランドが1795年。 ジョン・ハーシェルが1830年に海王星を観測し記録しているが、当時これを惑星と認識したものはなかった。しかしながら、これらの発見前の観測は、海王星の軌道を正確に予測する上で大きな役割を果たした。ガリレオが残した星図は、彼が1612年12月28日と1613年1月27日に、 木星の非常に近くにある天体を観測し、いずれの際も、恒星と誤認していたことを示している。従来、ガリレオはこの天体を、青色の構成と認識していたと考えられてきたため、ガリレオは、海洋星の発見者とされていない。ガリレオが、海洋防止を、初めて観測した1612年12月の、まさにその日に、海洋星は逆行しようとしたところで、 そのため空で動いていないように見えた。しかし、2009年7月、メルボルン大学の物理学者、デビッド・ジャミーソンは、実はガリレオがこの星について、何か得意な点があることに気づいていたと考えられる、新たな証拠があると発表した。ジャミーソンによれば、ガリレオは、ノートの一冊に、1月28日に観測した、背景の構成に、動きがあったと書いており、 さらに1月6日の観測記録には、海王星の位置に当たる場所に名の記されていない黒点を書き残している。これらはガリレオが新惑星を発見した可能性を考えていた証拠だと、ジャミーソンは指摘している。しかしこれまで、ガリレオがこの天体を惑星と認識していたことを示す明確な証拠もなく、またこの観測結果を発表したということもない。さらに、 彼がこの天体を再び観測しようと試みたという証拠もない。1847年、アメリカ海軍天文台のシアーズ・ウォーカーが発見以前の海洋星観測記録を探すために過去の調査記録等を洗い出したところ、1795年にパリ天文台でラランドのスタッフが行った観測は海洋星の方角であったことを突き止めた。 1795年5月8日と5月10日の観測カタログを見ると、海洋性が一致していたと考えられる場所に構成が記録されていた。その天体には位置が不正確、または観測の誤りを示すコロンが付されていたが、天文台の記録原本の再調査により、初めてこの天体が海洋性であって、両日の観測における位置のズレは、 惑星の運行が原因であることが確認された。1795年の海王星の位置が判明したことで海王星の軌道計算がより精密に行えるようになった。1781年、ウィリアム・ハーシェルが天皇星を観測によって発見したのは偶然であったが、息子のジョン・ハーシェルもまた偶然に海王星を発見しそうになった。 1846年のフリードリッヒ・フォン・シュトルーベに宛てた手紙の中で、ジョン・ハーシェルは、1830年7月14日の装点観測の際に彼は、海王星を観測したと述べている。ハーシェルの望遠鏡は、海王星を惑星らしい、青い、小さな円盤に改造できるほどの精度であったが、ハーシェルはそれに気づかず、公正だと誤認した。1781年。 アンダースレクセルは天皇星の軌道を計算し、初めてその不規則性に気づいた。彼は天皇星の軌道に接動を与える、もう一つの惑星が太陽系内にあり、太陽系は100 a u もの範囲に広がることを示唆した。1821年、アレクシス・ブバールは、ニュートンの万有引力の法則に基づいた、将来の予測位置も含めた天皇星の軌道表を出版した。 その後の観測で、この表からかなりの逸脱があることが明らかとなり、ブバールは、接動天体を仮定するに至った。惑星の光景と太陽からの距離に関する、これらの不規則性は、太陽の重力の影響や単なる観測誤差、未知の惑星の影響等、様々な仮説での説明が試みられた。A の位置では、外側の惑星の重力が天王星の軌道を接動させ、 予測された位置から引っ張る。B の位置では逆のことが起き、雪動により天皇母子の軌道運動は遅れる。アダムズは学部生の頃からこの不規則性について学び、雪動仮説を確信した。アダムズは天皇星の観測データと万有引力の法則を用いて、雪動天体の質量を、位置、軌道を推定することができると信じた。 1843年の最後の試験の後、アダムズは大学のフェローに選ばれ、コーンウォールでの夏休みを最初の6個の代入の計算に費やした。ジョン・クーチ・アダムズ近代の用語で言えば、この問題は観測データから数理モデルのパラメータを推定する逆問題である。この問題はコンピュータの出現以降であれば単純な問題に過ぎないが、当時は、 多くの研究機関での手計算を必要とした。アダムズはまず、経験に基づいたキティウスボーでの法則を用いて、仮想天体の名目上の位置を推定した。彼は次に、節動天体の推定位置を用いて、天皇星の経路を計算し、計算された経路と観測結果の差を求めた。その後、彼は回帰分析と似た方法を用い、観測との差から、 仮想天体の位置を計算し直すことを何度も繰り返した。1844年2月13日、ケンブリッジ天文台長のジェームズ・チャリスは、アダムズのために王室天文館のジョージ・ビドルウェアリーに対し、天皇制の位置のデータを要求した。アダムズは1845年9月18日に、計算を完了した。おそらくアダムズは1845年の夏に、チャリスに、 自身、このやりとりの内容や日付については、チャリスからアソニーム氏に当てた1846年10月17日の書簡の中でしか明らかになっていない。しかし、1904年にサンプソンがアダムズの論文の中に新しい惑星という記載があり、アダムズの筆跡ではない手書きの文字で、1845年9月受け取り、と署名してあることを示すまで、 いかなる書類も確認されていなかった。この記述はしばしば、アダムスの優先権を示すものとされるが、歴史家の中には、ザニュープラネットという表現は1854年、当時の用語ではないこと等根拠に信憑性を疑う者も,もいる。さらに、計算の結果は、数週間後に、エアリーに伝えたものと異なっている。アダムズは確かに、チャリスに、 計算の詳細を伝えておらず、チャリスは天体の位置を連続して禁似していく彼の手法を知らなかった。そのため、天文台での骨の折れる観測計画を始める気がなくなっていき、労力がかかることは確かであるが、成功するか否かは不確かであると述べている。ユルバン・ルベリエその一方、ユルバン・ルベリエは1845年11月10日にパリの科学アカデミーに対し、 天皇制についての報告を行い、これまでの理論では、その運動を説明できないことを示した。彼は、アダムズの研究を知らずに、同様の研究を行い、1846年6月1日、科学アカデミーでの会合で一般に対して二度目の報告を行った。この中で、彼は仮想の節度天体についての位置を与えたが、質量や軌道については与えなかった。 ルベリエは、海王星は予測された位置から一度以内にあるとした。ルベリエの6月の予測の知らせを、イギリスで受けた、ジョージ・エアリーは、すぐに、ルベリエとアダムズの結果の類似性に気づいた。その時まで、アダムズの研究は、好奇心以上のものではなかったが、独立して行われたルベリエの研究により、同じ結果が出たことにより、エアリーは秘密裏に、惑星の探索を試みた。 1846年7月、クリニジテン問題のボード・オブ・ビジターズで行われた、チャリスとジョン・ハーシエルも出席した会合で、エアリーは、チャリスに、ケンブリッジテン問題にある11.25インチの赤道儀で、問題をほとんど絶望的な状況から救う。探索は7月29日に始まった。アダムズは、研究を続け、1845年及び1846年に、 間違った空域を探していたチャリス率いるイギリスのチームに6つの回を提供した。パリとベルリンで海王星の発見が公表された後、8月8日と8月12日に観測されていたことが明らかとなったが、チャリスは最新の製標を持っていなかったため、それが惑星だと気づかなかった。ルベリエは彼の発表がアダムズの私的な計算を裏付けたことで、イギリスが 惑星探査を始めていることに気づいていなかった。8月31日、ルベリエは3度目の報告を行い、新天体の質量と軌道の情報を与えた。フランスの天文学者にこの問題に関心を持たせることに失敗し、ルベリエは最終的に自身の結果をベルリン天文台のヨハンゴットフリートガレに郵送した。ガレは九月十三日にルベリエからの手紙を受け取り、 すぐに、ルベリエが示唆した方角の観測を始めた。ガレが指導する学生のハインリヒダレストは、最近描かれた星図とルベリエの予測した位置の現在の空を比較し、惑星を探すことを提案した。海王星は、探し始めてから1時間以内の午前0時直後に、ルベリエが予測した位置から1度以内に発見された。さらに2番観測を続けて、その位置と運動を確定し、 彼は、惑星は、あなたが計算したところに本当にあったと驚きを、持って、ルベリエに返信した。この発見に用いられた、望遠鏡は、ヨゼフ・フォン・フラウンホーファーのメルツーンと、マーラー社による、赤道儀式の色出作補正反射望遠鏡であった。発見の公表後、ハーシェル、チャリスト、王立天文学会の外務担当、リチャード・シープシャンクスはアダムズがすでに惑星の性質と、 位置を計算で求めていたと発表した。最終的にはエアリーが状況の説明を公表し、アダムズの報告がノーチカルアルマナックに付録として付けられることになった。しかし、エアリーが出版した版は、アダムズが後継だけに言及し、軌道要素については明らかにしなかった事実を隠すために重要な表現を省略した編集版であった。フランスとイギリスでは、 二人の天文学者の功績に関する激しい議論が巻き起こった。イングランドではエアリーに多くの批判を受けた。アダムズは内気な青年で彼のキャリアを確立するか崩壊させるかどちらかの結果を公表するのをためらった。エアリーとチャリスは特にジェームズ・グレーシャーから若い才能に対する 指導者の役割を適切に果たさなかったことに対して批判を受けた。チャリスはそれを食いたが、エアリーは自身の行為を擁護し、惑星の探査はグリニッジ点問題の役割ではなかったと主張した。全体としてエアリーは自身の電気作家からは擁護されている。フランスでは未知のイギリス人の主張はルベリーへの功績を貶めるものとして批判された。 王立学会は1846年にアダムズには言及せずルベリエの功績に対してコプリメダルを授与した。しかし、ケンブリッジでのアダムズの学術的な名声は保証された。真実が知られるようになると、イギリスの天文学者の中には、二人の天文学者が独立に海王星に関する問題を解き、ほぼ同程度の重要さであったという観点を主張しようとする者もいた。 しかし、アダムズ自身は公式にルベリエの優位性を認め、1846年11月に王立天文学会に提出した論文でもルベリエの功績を認めた。批判はそのすぐ後にもなされた。アダムズもルベリエも自身の計算による予測に対して過度に楽観的であり、また二人とも太陽からの距離をかなり課題に評価していた。さらに、 二人ともほぼ正しい光景が得られたのは、たまたま軌道のタイミングがあったからであったことも示唆された。この批判はダンジョンによって詳しく論じられ、二人が計算した海洋星の軌道の大きさは、全体として実際とはかなり異なるものだったが、観測から計算までの期間の実際の軌道には類似していた。そのため、二人とも実際よりもずっと大きな軌道主軸の、 値を用いていた事実はそれほど重要ではなかった。フランスはアラゴが当初、ルベリーエと呼んでいた新しい惑星には、海王星という中立な名前が与えられることが合意された。その数学的な予測は偉大な知的解挙であったが、エアリーが疑問視していた、ニュートンの万有引力が太陽系の境界にさえも優先することを示した。アダムズは、チャリスやエアリーに対する恨みは抱かず、 自身が天文学会を説得できなかったことを受け入れた。対照的にルベリエは存在で自己主張が強く、そのためイギリスの科学界では彼はアダムズの影に隠れ、フランスでも一般的にルベリエへの同情はほとんど見られなかった。1874年から1876年にかけてアダムズは王立天文学会の会長を務め、この間に彼は ルベリエに金メダルを送った。ボイジャー2号が1989年に撮影した海王星海王星の発見者はアダムズとルベリエとされるべきだという社会通念は1846年のエアリー・チャリスト・アダムズによる報告に疑念が呈され近年疑われつつある。1999年グリニッジ店問題が紛失していたアダムズからエアリーへの所簡で 地理の天文学者オリン・エッケンが所持していたものが彼の死後に再発見された。2003年のインタビューで歴史家のニコラス・コラーストラムは、海洋星についてのアタムズの主張はこれまで考えられていたよりもずっと弱く、惑星の正確な位置についても推定20度の子の中で何度も迷っていたと結論づけた。若者の知性を恋に無視する。 時代遅れの上司としてのエアリーの役割はその多くが、海王星の発見における、アダムズの、そして、イギリスの貢献を補強するために、実際に、海王星が発見された後に作られたものである。シーハン・コラーストラム、ワフが後にサイエンティフィックアメリカン誌に投稿した論文では、より大胆に、イギリスが盗んだ、海王星と題し、功績は、 ルベリーへ単独のものであると結論づけている。海王星の発見に用いられた望遠鏡は、後のメルツーンとマーラー社が製造したベルリン天文台の後継9.6インチの色、修差補正屈折望遠鏡であった。この時代としては高性能の望遠鏡であり、入手可能な中で最大の色修差補正2枚レンズの望遠鏡であり、赤道儀式課題上の望遠鏡であった。さらに、 長さ4メートルの鏡頭は地球の時点に合わせて時計回りに回転することができた。最終的にこの望遠鏡はミュンヘンのドイツ博物館に移設され、21世紀になっても展示され続けている。ありがとうございます。